名古屋港駅ホーム名古屋港駅は愛知県名古屋市港区入線1丁目8番23号にある名古屋市営地下鉄名港線の駅である。名港線の終着駅である。駅番号は E07。アクセントカラーは青色。電車の方向幕における英語表記は名古屋湖である。島式一面2線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。 改札口は南北2カ所、出入り口は3カ所ある。東山線の同じような終着駅の高畑駅とは、異なり線路終端側にはすぐに車止めがあり、引き上げ線はない。駅は名古屋市電築港線の名古屋港停留場があった場所のほぼ真下に位置している。市電は地下鉄建設の際に工事の支障になるため開業前に廃止、撤去されている。 駅の開業と同時にバスターミナルが併設された。当駅は名城線運転区が管轄している。プラットフォームの壁にはペンギンなどが描かれている。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は5521人である。名港線の駅では築地口駅に次いで利用者が少ない。当駅はガーデン不当内に位置しており、周辺には港湾関連や 観光の施設が存在している。住宅は少ない。名古屋港、バスターミナル2番で入り口直近の名古屋港、バスターミナルに発着。名古屋港港祭りの開催時は乗り入れない。かつては、新玉橋や名古屋駅、地下鉄高畑ポートメッセ、名古屋まで行く、名古屋市営バス路線も存在し、ポートメッセ名古屋でイベントがあるときは、休校日も運行されていた。 また、イベント時には、大勢のイベントへ向かう客で賑わっていたが、現在では、発着路線も少なく、換算としている。2017年4月から2018年3月まで、運行していた、近所不等行き港シャトルバスは、名古屋市 A バスのターミナルには、乗り入れず、南にあるポートハウス前を発着していた。ABCDE 新州名古屋市市編集委員会、新州名古屋市市、 第7巻名古屋市1998年3月31日名古屋市交通局の組織ありがとうございます。